ブレイクタイムだったからちょっとその分やんなきゃ。もうちょっとリスリスイメンん？誰？あ、こんにちは。ちょっと今テロップ書いてるので、あ、書けた。こんにちは。難しい。こんにちは。すいません、隣で。あ、全然全然。失礼します。いえいえ。今日からフェスイベントが始まりました。今日から1週間。よろしくお願いします。あ、伊藤も見てるな。いろいろ見るわね。ザワちゃん大好きさん、タワーありがとうございます。クマありがとうございます。皆様今日もね、まさかのはじめちゃんが私一押しじゃなかったっていう事実を知ったんでね。そうです、ね、公演衣装なんです。もう今日は17ライブの投票で高めツインって決まったので、今日は高めツインをしてみました。どうですか？次のイベントだから28だね。28のタナさんの卒業コンサートがある日がライブかな。将来の夢カウントあ、そうなんだよ、カウントないのよ。だから今星と、そしてキラキラとあれだよね、ギフトだもんね。はじめちゃんから引用あったけど無視してる残ってるから無視してる。今日のお弁当は鶏大根のお弁当食べました。いや、かわいい食べました。お弁当食べてない。お蕎麦だけですか？蕎麦でお腹いっぱいに。ここにはクリナさんがいらっしゃっております。イエイ。美味しかったです。なんか鶏大根に入ってる卵がおでんみたいな味で美味しかったです。うわ、今のイベント結構渋いね。マジか、10連しても意味ないんだ。きつ。それは結構あれだね、もうただのなんか戦略勝負とかもクソもないな。きゃー。これから今日の5時から始まったので、これから朝配信したり公演前とか公演後とかに配信しようと思っているので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。今日は6時まで、まず6時まで配信して、そして公演終わった後から10時まで配信しようと思います。ありがとうございます。皆さん優しい。100ゴールドを10連タワー分投げる方がポイント上がる。あー、はいはいはい。なんかあれだね、100ゴールドを100回ね投げたいんだよ。こんにちは。私何分やったら、ツインテールかわいい。やった。わ、すごい。 I love you。 なかなかしないのでちょっとレアです。今日のユニットもお楽しみにです。何分やってる？じゃ途中でさ、途中で一旦ブレイクタイム入ったじゃん。その分多分換算されてないと思うんだけど、どうなってるんだろう。まあ夜やるといいんだけどね。雷やばいんだけど、雷マジ福岡それ。そうだ、そういえば私は TikTok を始めまして、と3日前ほどから始めたんですけど、今日アップしたら見てくださいますか？今日アップしようかなって思ってます。13位あたりさん、ありがとうございます。12位ショーショー、ありがとうございます。なんか TikTok ってダンス踊ることが多くて、だからもう公演のメイクをバッて終わらせてダンスを頑張って覚えて踊ってます
しちゃう。これ頑張ってきます。バイバイ。うちの後輩の配信見に行きなさい。あ、ありがとうございます。放牧放牧。バイバイ。バイバイ。じゃあまた夜ね。バイバイ。これってタワー立ってるのって、うん、どっから見ればいいんですか。これやね。ここのでも結構多分前の方に投げたらな、時間で消えちゃうのよ、はい、下の方のやつ。なるほど。じゃあ1位の方がそうって感じですよね。そうそうそう、1本だったら大体その人が1位になる。わかりました。ありがとうございます。佐世保のてっちゃんさん、タワーありがとうございます。タワー、あれでもさっきタワー投げてもらった時名前呼んでなかった。呼びました。なんかお一人目の方はすぐ分かったんですけど、はいはいはい、もう一人いるんだ。はい、じゃあどうなんだろう。待ってよ。いや投げられてすぐはさ、すぐ順位変わんないからさ、ワンチャン。だって今2位に誰がいる。今2位に最初にタワー投げてくださった方が。あ、じゃあ多分そうだわ。じゃあ合ってるかも。なるほど、ありがとうございます。分かんないよね。あ、違いました。違った。すいません。やりました。ゆうすきーさん、タワーありがとうございます。すいません、ありがとうございます。教えてくださった方もありがとうございます。ゆうすきーさん、ありがとうございます。あ、佐世保のてっちゃんさん、クマ10連ありがとうございます。クマ、あ、クリナさんが退場です。イエイ、ありがとうございます。バイバイみんな。わー、頑張ってね。はい、また後でお会いします、うん、ありがとうございます。すいません、皆さんありがとうございます。よいしょ、ちょっと移動しますね。あ、見てください、ここ店のオープニングの衣装なんですけど、こんな衣装です。腕はがあったり、イヤリングがあったり、これはハートのイヤリングです。そして衣装は黄色で、まるちゃん、馬場さやかさんの衣装を着ております。ツインテール、よし、よいしょ。うん、うん、イヤリングは多分それぞれももともと決まっていて、よいしょ、私は今はハートなんですけど、最初の頃は十字架のイヤリングでした、実は。実は、うん、そう、昨日の配信でというか、間違えた、昨日の公演で夢のデッドバディを披露させていただいたんですけど、マイクトラブルがあって声が入っていない状態で、一曲もうそのままギターだけの演奏になってしまったんですけど、なんか本当になんかマリアさんの生誕祭なのに、なんか2回も同じ曲というかを披露してというか聴いていただいて、すごいね、ありがとうございました。なんかすごい出しゃばりじゃないかなってずっと不安だったんですけど、なんかスタッフさん方とかマリアさんだったりとかメンバーの皆さんが、いや絶対にやりなって肩を押してくださって、2回目も演奏させていただきました。なのでね、マリアさんの生誕祭に足を運んでくださっていたマリアさんのファンの方だったり、もう皆さん優しくて、たくさんなんか温かい拍手を送ってくださって、すごくなんか嬉しかったです。ありがとうございます。本当になんか最初の歌い出しでマイクが入ってないってことに気づいたんですけど、でもここでやめるのは違うなと思って、なんとか最後まで歌い続けたんですけど、なんか終わった後にはけてきて、
ってあのステージの裏でになんかマネージャーさんだったりとかあのスタッフさんだったり音響さん方だったりとかがあのこなんかこう慰めにというわけじゃないですけどなんか来てくださっててその中にねねさんもなんかあのいてくださってておニューの衣装を着たねねさんがその場にいてくださってなんかよく頑張ったよみたいな感じですごいなんかちょっと待ってすごいなんか優しくしてくださってちょっと待っていや待って違うんですすごい優しくてすいませんでなんか楽屋に戻ったらなんかみんなっていうか本当に KO の皆さんがみんななんか頑張ったねみたいな言ってくださって本当にみんな言ってくださってすごいなんか嬉しかったです嬉しかったですしなんか演奏が終わった後の客席の皆さんもずっとなんかあの声がないあのデッドボディだったのにずっとペンライト振り続けてくださったりしてくださってなんかすごい人の温かさに触れてもう本当になんて優しいんだろうってなりましたありがとうございます皆さんでもなんかあの終わった後涙が出てきちゃってたんですけどでもこうもう一回ユニット明けにやろうっていうことになった時にこう泣いてるままだと歌えないのでもうダメだと思って涙を引っ込ませるためにあのなんだろうもうずっと上を向いて歩いてました上を向いて歩いてでなんかあのあとはあの面白い動画見たりして涙をとりあえず引っ込ませて涙が出たら歌えないのね頑張って引っ込ませて歌わせていただきましただからそのね2回目の演奏も皆さん聞いてくださって嬉しかったですありがとうございましたそうなんか楽屋に戻った時になんか2回目が終わって楽屋に戻った時にもうなんか皆さん警報の皆さんがなんかめっちゃ拍手してくださってなんか嬉しかったです優しいです皆さん言い出したらキリないんですけど本当に皆さん優しくてなんかお家に帰ってなんか花さんが連絡くださったりとかハンちゃんも連絡くれたりとかなんだかヒーローも連絡をくれまして優しいってなりましたみんななんて優しいのってなりましたありがとうございました皆さんいや次はいつするかわからないですけれども次もまた頑張りますありがとうございますあ、今日はというか一枠目は6時まで配信しようと思っているので、3分前になったら教えていただきたいです。お願いします。ちょっと時計がなくて教えていただけると嬉しいです。そう、もうユニット明けで、MC があってすぐ初めての星だったので、もう衣装さんだったりメイクさんだったりがもうすごいバババババババって着替えさせてくださってもう本当に助けられました皆さんに優しいです本当に、
もポジティブな、ポジティブに言うと、ちょっと涙が出た後だったので、あのビブラートがあのでちょっと本番前に歌ってみたら、いつもよりビブラートが効いてましたポジティブに言うとなのでね、貴重な貴重な経験になったかなって思います。そう、今日が花さんとの通常公演ラストなんです。なんか今日は渋井ちゃんとレイヤーがチーム H から助っ人で来てくれてるんですけど、もう渋井ちゃんがずっと朝来た瞬間に花さんの元にいてずっとおしゃべりしてて可愛かったですね。もうでもなんか信じられなくて、まだまだ今日が通常公演ラストで次が卒業公演っていうのがまだ全然信じられなくて、だから本当になんだろう、なんかあんなにこう、なんか花さんって太陽みたいな存在なので、なんか花さんがいなくなった時の状態が想像できないというか、だからね、どうなっちゃうんだろうって思って、でもなんか最近というか、あのずっと花さんとツーショットをたくさん撮るようにしていて、あの僕はやった君を心配できる あのイベントがあった後にツーショット撮ったり、あとはあのキャナルでのイベントの時に私ツインテールしてたんですけど、花さんもツインテールで偶然お揃いでした。嬉しい、本当に優しくて本当に素敵な方です、花さんは。と、ね、バイツインテール、ありがとうございます。このツインテールはあの大森真帆さん、真帆ぴょんさんがあのインスタグラムに載せていたお写真のツインテールをしました。マホピョンさんの写真を見せてこのツインテールにしていただきましたどうちゃん TikTok がありがとうございます。でももっとあのいっぱい更新できるように頑張ります。ありがとうございます、見てくださって。昨日の公演良かった、いっぱい寝て今日も楽しみ。昨日のマリアさんの生誕祭が本当に素敵な空間すぎて、私もマリアさんがスピーチされている途中にうーってきました。本当に素敵な空間でした。マリアさんとマリアさんのファンの方々がね、とても素敵ねした。優しい皆さん、ありがとうございます。そんなにちょっと待ってくださいね。よかった。なんか今日渋井ちゃんがずっと花さんに、花さん卒業コンサート髪型何するんですかみたいなずっと聞いてて、でも花さんがずっと何でしょうかねみたいな感じでやらかしてるのに、しぶいちゃんはそれに負けず、え、何ですか、ポニーテールですか、ツインテールですかみたいなずっと言ってて可愛かったですすごいしぶいちゃんね、面白い。あ、そうだ、そういえば先日東京でもお仕事があったんですけど、その後にいぶきさんとくるみさんとりゅうとうちゃんとディズニーランドに行ってきました。なんと、なので5時
とか6時からとか行ったんですけど、すごく楽しめて、ビッグサンダーマウンテンに3回乗って、スプラッシュマウンテンに1回乗って、もう全部アトラクションに時間を費やしましたそう、リュウトウちゃんがずっとはしゃいでたんです。可愛くて、なんかディズニーに行く途中の交通機関っていうか、そのエスカレーターでもずっとルルルンってしてて可愛かったし、もう着いた時もディズニーってずっと言ってて可愛かったんです。しかもその待ち時間の時もずっと元気で、なんか、え、なんか沢さんはジェットコースター落ちる時叫びますかみたいな、何叫びますか、え、じゃあ私もそれ叫ぼうかなみたいな、ずっとずっと口が動いてて可愛かったです、本当にあ、優勝かわいい、もうそれにメロメロでしたゆぶきさんもくるみさんも私もかわいいってずっと言ってて、でも帰る時間帯になると多分もう眠たくなっちゃって、もう急になんかみたいな感じで可愛かったね。赤ちゃんです、本当に本当に赤ちゃん可愛い。まあまたインスタにも載せますね、ディズニーの写真。なんかスプラッシュマウンテンって結構ジェットコースターっていうか一回大きく落ちるんですけど、その時に写真を撮ってくださるんですね。でその時の写真があって、それがもうみんなそれぞれ可愛くて面白いので、また載せるのでぜひ楽しみにしていてください。しかもなんかあのいぶきさんとくるみさんがこうご飯、ディズニーでご飯を食べるってなった時に、いや大丈夫大丈夫、私たちが払うよって言ってあのご馳走してくださって、なんかいやでもその私は年齢も近いですし、いや大丈夫です本当に私も払いますって言ったんですけど、でもいや大丈夫、私たちもなんか先輩にこうやってご飯をご馳走してきていただいたから、私今度は私たちの番って言ってご飯ご馳走してくださって、ありがとうございます。なんかリュウトウちゃんも謎になんか払おうとしていて、いやあやねが払いますってずっと言ってて可愛かったね、可愛いね優しい。帰りにアイスを買って帰りました楽しかったです、とっても本当に。なんかまさか人生でいぶきさんとくるみさんとディズニー行けるなんて思っていなかったので、自分でもびっくりですし、なんかねりゅうとうちゃんとこんなに早く一緒にお出かけ行けるなんて思ってなかったので嬉しかったです。なんでその4人のメンバーになったの？あのなんか前日、その東京に行く前日に、明日秋時間ディズニー行けそうじゃないみたいな感じでいぶきさんが言ってくださって、でもともといぶきさんとりゅうとうちゃん2人で行こうみたいななってて、でもくるみさんもえ私も行きたいってなって、でくるみさん3人で3人ならもう1人誘おうよってなって誘っていただいて4人になりました。嬉しいです。髪飾りは私はくるみさんと同じワンちゃんの髪飾りをしました。101匹ワンちゃんの髪飾りなんですけど、嬉しかったですこんにちは。今日の公演は数えてみたら6期生が9人もいました。びっくり。
風は嘘をつかないよ。うん、なんかそういえばなんか渋井ちゃんがコンサート近いからって言ってなんかみんなダイエット始めるって言ってたんですね。で今日こうメイクしてる時になんかいい匂いするなと思ってパーって隣見たら渋井ちゃんがラーメン食べててえってなったんですけど、でも渋井ちゃんがいやでもみんなは1日1食で行こうと思うみたいな感じで言っててラーメン食べてて可愛かったですめっちゃいい、すごいいい匂いするなと思った。まさかのラーメン食べてました可愛い。でもいっぱい食べる渋井ちゃんが好きなのでもう思うままに食べてほしいです。ぜひ渋井ちゃんにはね、可愛い渋井ちゃんらしいですね。何ラーメン、豚骨ラーメン食べてました。もういい匂いが楽屋中にいい匂いが充満してましたね。努力のつぼみは実るだろう。アットジャムすごい楽しかったです少し時系列は戻るんですけれど楽しかったです。去年に引き続き今年も出演できて嬉しかったですし、楽屋にあまねさんとビビアンさんがいらっしゃって来てくださって、ね、そこでファーンってなりました。本番前にもっと頑張る理由というか頑張れるってなりました。なんか早めにメイクを終わらせてアイドルさん方のステージを見に行こうってなって STU48 さん、あとジャカルタ JKT48 さんのパフォーマンスを見た後に STU48 さんのパフォーマンスを関係者席から見に行きました。グッチッチと、ななかちゃんと、しぶいちゃんの4人で見に行きました。もう、アイドル最高ってなりました。本当に、なんか一緒にコールしちゃいましたおい、おいって、うん、皆さん可愛くて本当に、アイドル大好きってなりました。なんか私とクッチッチ2人とみなとななかちゃんがそれぞれ別々にいたんですけど、私とココがこう関係者席でこう立って見てたらあれみなたちいないねってなって探したら普通にこう椅子っていうか席、おはの皆さんと一緒にこう座る席にしれっと座って見ててうわ馴染んでるってびっくりしましたいつの間にかもう一観客として見てました。ななかちゃんたちかわいいね始まるたんたるたんたばねた長い髪水玉のシュシュ。暗いですか？ちょっと暗い。
えでも私もまた行ってみたいです。ぜひなんか私たちももちろんすっごい楽しかったんですけど、客席で見てくださってる方もすごいなんか笑顔で見てくださってて楽しかったです。嬉しかったです。たきっと一緒に楽しめる空間なので、ぜひいつかタイミングがあればいらしてください。なんか今回は9曲連続ノンストップの瀬戸になったので、もう自分の体力が持つかすごいちょっとだけ不安だったんですけど、でも最後まで楽しく終えられて嬉しかったです。1曲目からメイクノイズだったので、そう普段とは違うって言いますか始まり方だったんじゃないかなと思っております。この配信は6時までします、編集された。ダンスがとってもかっこいいんです。僕はやっと君を心配できるね。7期生の2人はもうフェスもあったりイベントもあったりね、覚えることたくさんで絶対大変だったと思うんですけど、もうなんか本当に頑張ってて、ずっとレッスン場にいたり、わからないところを聞いてくれたり、なんか本当に頑張ってるってなりました。本当に何か素直で謙虚でいい子たちなんです。でね、なんか本当に心から応援したくなるというか、心から応援したいって思えるような子たちなので、皆さんもぜひ応援してあげてください。本当に頑張ってる。だって初選抜のプレッシャーとかも不安とかもあると思うのに、あんなに小さい13歳14歳でね、本当に頑張ってて可愛い。でも最近はずっと先輩方に甘えてる姿を見て安心してます。とっても可愛い。みやちゃん7期生の推しいる。7期生の推しは作らないようにしてるんです。なんかこの子だけが好きとかなったら、なんだろう、特別扱いするのはちょっと違うっていうか良くないなって思っているので、推しは作らないようにしてます。でもみんな可愛くて、もう言うのであればみんな推しです。みんな可愛い。そういういぶきさんがザワちゃん推しになったそうで、ね、それ見ました。優しいです、いぶきさん。なんか会うたびになんかザワチ今日も可愛いねみたいな言ってくださったり、あとはミュージックビデオの鑑賞会みたいなのを16人でした時に、私が映るたびにえザワチ可愛いみたいな言ってくださったり、あとオールナイトフジコさんの撮影の時に一回撮影してそれをモニターで見るっていう時も、私が映った時にえっザワチ本当に可愛いみたいな感じでずっと褒めてくださって、優しいです。もうゆぶきさんだってずっと可愛いのに優しいです。私にそんなに言ってくださるなんて優しい。私も大好きですゆぶきさん。あと昨日のいぶきさんの配信ザワチしか言ってなかった。そうなんですか。かわいい、優しい、ありがとうございます。本当に優しい。なんか今でも信じられなくなるんですけど、なんかふとした時にあれ今 HKT として活動してるんだっていうのでびっくりして、あとはえなんかメンバーさんとこんなにお話できてるのはなぜってびっくりします。不意になんか信じられなくなります。これが現実なのか夢なのか分からなくなる時があります。なんかずっとなんだろう、ファンとして見てきたので、こうまさか同じ立場になれて
考えたら、へえ嬉しい、なんでよってなります。本当に本当に本当に皆さん優しくて可愛くて、もう本当にやっぱり実物っていうか直接見る方がもう何百倍も可愛くて、しかも優しくて面白くて、もう楽屋の雰囲気もすごい明るくて、本当に素敵なんです。 HKT48 この前の配信でさえちゃんが気になる後輩はざわちゃんって言ってて、本当ですか、優しい、ありがとうございます。さえさん優しい。私さえさんにと最初初期にこう恋愛禁止条例でお会いした時にすごいなってずっと思ってたことがあって、あのその時バックナンさんデビューで、あのスコールの間にっていう楽曲で、普段は T2 の方がこう傘を持ってパフォーマンスするところを6期生のバックダンサーが出てくるっていうところで、その時にこう先輩方が吐ける時があるんですね。その時にサイさんはなんかこうあえてこう私たちが出てくるなんか中心に視線が行くように、なんかはぁーみたいな感じでこうやってしながら吐けていったのがすごい印象に残っていて、なんかそれはさりげなくできるのもすごいですし、なんか本当にサイさんってすごいなってずっと憧れていて、しかもあのサイさんのあのパーカーグッズがあるんですけど、それをなんとプレゼントしてくださって、それを今でもずっと持っています。なので早くあの冬になったらそれを着たいので、寒くなってほしいです嬉しい。ここにサイさんの水色のロゴがついているパーカーがあるんですけど、それをサイさんがプレゼントしてくださいました。ずっともう2年半くらい前なんですけど、もうずっと大切にしまってます。嬉しい、もうオールシーズン着たいです嬉しいこの間の CD ショップのハイタッチ会でメンバーみんな可愛くて頭を抱えました。私ももしあのこうハイタッチ会に参加する側として参加したら、もうあのぶっ倒れる自信があります。みんなさん可愛すぎて、なんかたまにメイクとかされてる時に鏡越しでもうなんかガン見しちゃう時があって、皆さん可愛すぎて、なのでね気持ちがよくわかりますでも嬉しいです、そう言っていただけてありがとうございます。ハイタッチ会のみゆちゃん可愛すぎてガン見してた、本当ですか、ありがとうございます、優しい。そんなそんな、でももっともっとというか可愛くなれるように頑張ります。私もキャー、もうすぐコンサートのあのリハ、固めのリハも始まるので、もうね、お昼は本当に文化祭なんですけど、文化祭っぽい、もうザ文化祭っていう感じの瀬取りですし、なんか可愛いもあればかっこいいもあって、ああそれもあるのか、そういうのもいけるのかっていうのもあって、あとはわあこれが HKT だなってなるところもありますそう瀬取りが最高です。私は何でしょうか、私は私のユニットを顔で表すとって感じですこんな感じです。何でしょうか今あの調光室で配信しているんですけど、劇場のスタッフさん方が劇場のスタッフさん方があのお掃除をしてくださっております。フローリングをありがとうございます。劇場が
綺麗な綺麗な綺麗を作ってくださる方々です。マイクテスト聞こえます。私も聞こえます。いつもこのワンツースイフォーワンツーが始まったらもうすぐ公演だってなって、バタバタみんな着替え始める時間です。ワンツーワンツー。最近リリーベとかで可愛いなって思ってたので配信嬉しいです。頑張ってください。ありがとうございます。優しい。1週間よろしくお願いします。着替えるの早い方？私は、でも最初の頃よりかは早くなったなって思います。今日もメイクを4時から始めて、4時からメイクもお着替えも髪の毛も前髪も全部できたので、割と早い方なのかもしれません。そう、黄色が本当にとっても可愛い。最強アイドルよろしくの歌わりどこですか？私は遠くの夢だけれど、いつの日かきっと紅白に出るぜのとこです。そこは6期生4人が歌っております。おかゆは今もやめれませんか？おかゆは最近は食べてないんですね。一回ハマって、一回おかゆにハマって抜け出せなくなって、一旦抜け出しました。抜け出したんですけど、またハマっちゃうかもしれないです。今ハマっているのはチーザっていうチーズのお菓子があるんですけど、あれにハマってます。美味しくて。そう、とっても美味しいんです。私はなんかスルメとかスルメイカとかチーザとかなんか塩気が強いものが好きで大好きです。甘いのも好きなんですけど、どちらかというとしょっぱいのが好きなんですけど、皆さんはどんなのが好きですか？なんか結構わかりますよね。塩、しょっぱい系か甘い系かね。チーズ大好きです。チーズを食べてる時にココグッチッチにあげたら、グッチッチもハマってて、次の日グッチッチもチーズを買ってきてました。なのでチーズ仲間です。アイドルから甘みが欲しいです。おお、なるほど、上手ですね。すごい、私たちが甘みをお裾分けします。すごい、そういう言い方もあるのか。めっちゃ可愛い。すごい、はあ、皆さんありがとうございます。うん、今日はふかしてんじゃねえよが放送ですね。レイヤーと私のコンビで配信じゃない、収録しました。もうなんかたくさん笑った記憶があるので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。今日夜更かしですね。私と一緒に夜更かしをしましょう。なんか前回最初の回にななかちゃんとレイヤーと私で3人出た時は夜更かしして、リアルタイムで聞きました。実況
皆さんのコメントこうやって読みながら聞いてました。私は夜朝に弱くて、割と朝と夜だと朝の方が弱いので、夜更かしは頑張ればできます。ななかちゃんも確か聞いてました。そうだ、この間ぐっちっちと東京でのお仕事が終わった後に東京散策に行って、でホテルに戻って4時間ぐらいずっとお話ししてて、で一緒に寝ました。そういえば思いました。でもびっくりびっくり、ちょっとびっくりするかもしれないんですけど、私がぐっちっちを起こしました。ぐっちっちは目覚ましになって一旦起きるけど止めてもう一回寝ちゃうタイプなんですよ。だからぐっちっち朝だよって起こしました。そう、かわいい。ぐっちっち朝ずっとむにゃむにゃ言ってます。うーんってずっと言ってるの。かわいい。なんか2回ほど一緒にお泊まりしたことあるんですけど、その時もむにゃむにゃ言ってました。かわいいね。そう、赤ちゃんみたい。ココちゃん。そのココちゃん髪の毛を切ったんですよ。そういえば少しだけ切ってて可愛かったので、昨日確かストレートにしてたんですけど、もうそのココが可愛い、もう超絶激かわ、超絶可愛いココちゃんでした。本当にね。今何時ぐらいですか？見つけて赤ちゃんいっぱい。確かになんか妹みたいな存在が多い気がします。今5時48分。優しい、一気に遅れてありがとうございます。28分、あっという間ですね。ね、妹いっぱいいるかも。なんか年下組はもちろん妹ちゃんなんですけど、意外とレイヤとかも妹タイプ、妹みたいだし、あとはななかちゃんもすっごいしっかりしてるんですけど妹みたいに感じる時もあります。あとはね、ひいろちゃんはお姉ちゃん。そう、ひいろちゃんお姉ちゃんなんです。あとはね、うららちゃんもお姉ちゃんだな。うららちゃんもお姉ちゃんで、さあちゃん、さあちゃんもお姉ちゃん。うん、だから年上組で、まあ、妹みたいだなって思うのはりあちゃん、ななかちゃんかなって思います。渋井ちゃん、渋井ちゃんは妹ですね。渋井ちゃん妹、ずっとね甘えてほしい。ゆいなは、いや、ゆいなは私的にはなんか同い年ぐらいに感じます。そう、なんか本当に赤ちゃんでわーかわいいってなる時もあるんですけど、なんか基本なんかすごいしっかりしてるというか。そう、リチャキもお姉ちゃんかも。リチャキもお姉ちゃん、
そう、ゆいのすごい落ち着いてて、なのにね、時々あまだ中学生だなって感じる時もあって可愛いです。いくのちゃんも妹ですね。ひなたんも妹。はんちゃん、はんちゃんは同い年みたいに感じます。はんちゃん、ゆいの同い年に感じます。みんなとっても素敵な子なんです。なんか改めて6期生は素敵な6期生っていうか同期に恵まれてるなって思って、ふとした時にそれを感じて、しみじみと、しみじみ、しみじみに、しみじみ嬉しくなります。本当にみんな素敵な子なんです。なんかそれぞれ意見は言えるんですけど、こう例えば6期生でパフォーマンスする時にこの振りこうだよとか、ここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないとか、それぞれ言えるんですけど、でもなんか喧嘩とかはなくて、今まで一回もないんですよ。だからなんかちっちゃい子もいるわけじゃないですか、その中学生とか小学生で入ってきた子もいるのに、なんかみんななんだろう、肝が据わってるじゃないですけど、ちゃんとし、難しいな、しっかりしている子たちがいっぱいで、なのでね、本当に喧嘩ないですね。喧嘩してるのも見たことない。でもしみちゃんとレイヤはなんかいつも姉妹喧嘩してます。面白い。なのにいつも隣の席とかに座ってるから、なんか喧嘩しても仲がいいみたいな感じで可愛い。なのにその数秒後とかには普通に喋ってる。可愛い。確かにトムとジェリーみたいな感じかも。ね、かわいい。外に出ろ。今は多分劇場の中で心配、僕はやった君は心配できるのカラオケが流れているので、踊りそう、踊りたくなります。風がなのきゃ一言で終わるだけ I love you。 変顔が面白いのは誰ですか？変顔が面白いのはハンちゃん。ハンちゃんが面白いです。なんかあの6期生に期生が入ったばっかりの時に6期生のグループラインにあのハンちゃんの変顔がいっぱい送れてきてました。あ、はいはい。あ、なるほど。そう、エウラちゃんとリュウトウちゃんも変顔得意でずっと変顔してます。なんかキャナルのイベント終わった後にこうお着替えしてたら、なんか二人で変顔してる、変顔しながら写真撮っててなんだそりゃってほっこりしました。今日の公演の後にまた配信しますか？また配信します。なのでまた見てくださると嬉しいです。あと5分、ありがとうございます。じゃあそれではランキングを読ませていただきたいと思います。13位ランニングマンさん、ありがとうございます。12位竹山さん、ありがとうございます。11位しんさん、ありがとうございます。10位龍騎士ポンポン丸さん、ありがとうございます。9位ゴンタちゃんさん、ありがとうございます。8位ソウさん、ありがとうございます。7位千葉の厚尾さん、ありがとうございます。6位村吉さん、ありがとうございます。
5位バクトラマイコミュさんありがとうございます。4位ユージさんありがとうございます。3位ザボちゃん大好きさんありがとうございます。2位は佐世保のてっちゃんさんありがとうございます。1位はゆうすけさんありがとうございます。ありがとうございました。1時間長かったと思うんですけど、見てくださってコメントしてくださってギフトも送ってくださってありがとうございました。これからココテン公演が始まるので、ぜひそれも一緒に楽しんでいきましょう。それではまた公演が終わった後にお会いしましょう。ありがとうございました。またね。